よろしくお願いします。はい、で本日は豊屋青年会が来ております。ゲストですね。イケメンから3人来てるね。イケメンから3人来てるね。いいのかなこれ。じゃあこっちから、あ、会長から自己紹介いこうか。2回目の出演になりました豊屋青年会会長吉山慎吾です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もっと声張れ、もっと声張れ。吉山です。よっしゃ。はい、今回初参戦の島袋です。豊屋青年会通訳を担当します。うわー、おい、声いいね。いい声してる、ね、いい声してる、ね、ありがとうございます。はい、初めて出演です。豊屋青年会で大太鼓やらせていただいてます、はい、ガーラ・アンソニー・デイビッドです。はい、よろしくお願いします。よっ、外人。よっ、ありがとうございます。よっ、よっ、よっ、デイビッド。はい、今日ですね、皆さんユーストリーム見てくださっている方は分かると思うんですけど、見てるかな、誰か。意外に見てるよ、そっちカメラね。はい、うちの母さん見てますね。お母さん見てる。お母さん。マジ？今日あれですよ。ゲスト3名イケメンですからね、皆さん。イエーイ。どうしよう。ありがとう。ちょっとドキドキしちゃう。なんでよ。どっち路線よ。どっち路線か。まあ大丈夫か。OK。そんな感じだよ。今日もね、いろいろ聞いていきたいと思いますので。はい。で、まあまたその辺は後ほど、はい、お話聞いていきます。はい。で。まあ、この辺かな。挨拶はこの辺にして、はい、皆さんあれですよ、今日選挙ですよ。まだある。沖縄県知事選挙まだ1点、うん、1点、うん、これ終わったら行く予定。オッケーオッケー。行く人、はい、行ったまだ行ってない。え、信号あさっての方向向いてる。あれ多分行きます。多分行きます。いや行けよ。お前前戻っただろ。前バレてあーってなってました、うん、行っとけ。一応行きます。こういうのは、うん、一応言っとくぐらいでいいよ。一応投票しときます。ちゃんとマニフェスト見てから投票しろよ、うん、いやー、下地さんいいね。個人的感想どうでもいいよ、うん、特定の人は押さないよう。公共の電波、ね、公共の電波なので。で、まあ一応皆さんいろいろ考えあると思うんですけどね、青年会が選挙行かないと若い人たち選挙行かないからね。そうだね。はい、皆さん、まあ、青年メインで聞いてる人は青年会関係者だと思うんですけど、選挙の方皆さん面倒くさいからとかそういうことを言わずに行ってくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、てか選挙権ある？自分はないですね。はい、外人やもん。ある？ありますね。あ、うん、もちろんだと思って。選挙って何歳からだっけ？20歳から。うん、で、どこ青年会員だったとしても選挙権ない後輩いっぱいいるよね。まあね、でもいるね、絶対いるね。うん、ね、僕も危うくぐっすり寝そうになりまして、ちょっともうおじいに起こされてから起きたんですけど今日は。そのおじいに起こされた一斉に起こされたんですけどね、はい、僕はね。今日僕3名起こしました。はい、どうしよう、あとフリートークね。ああ、なんでもいいよ。なんか伝えたい、公共の電波なんだけど伝えたいこととかある？ある？お母さんに一言とかある？あるお母さん聞いてろ。お前なあれ？違う、お前なの？違います。いえいえ、全然、何かだ、豊屋青年会なのは分かったんだけど、うん、日頃何してるの？一応会長の慎吾はちょっとね、いろいろあって僕が前勤めてた保育園に今勤めてるので、はい、バスのお兄ちゃんして、おじさんしてるので、はい、うん、よく関わりが今年になって出てきてるんですが、お二人は何を、普段は例えばお仕事だったり学校行ってるとか、はいはい、何をしてるのかな。じゃあ僕から、はい、どうぞ。今学生やってますね。お、学生、はい、どこの学校行ってんの。近にある琉球リハビリテーション学院。琉リハ、はい、今1年生やってます。あ、1年生若っ。いや、まあいろいろやってまた。ああ、そういうこと、ね。はい、今年度から入学した形なんですけど。いいね。まあは何、生態とかその辺。あ、理学療法士を、はい、目指して頑張ってます。理学療法士ってよく聞くけど、あれって何するの。なんか体触ってって、なんかいやらしい。午前中のラジオこれ。あ、そうですね。はい、まあ、問い合わせ願い無理だね。
理学療法士か。だからよく聞くけどさ、どういった仕事内容か、うん、あんま把握してないから。鍼灸師とか整体とかは分かるけど、ロクトとかっていう話が今聞こえた。ロクト、ロクトにいる。そうですね、ロクトなど、あの整形外科、整形外科で怪我した人とか、あの、まあ、あ、リハビリ年取って、はい、動けなくなった人とか。ああ、じゃあ本当に筋肉とかつけて、そうですね、リハ、リハビリ、機能回復、機能回復。じゃあ怪我した人とかのあれとかも。そうですね。あは、あ、術後、術後のリハビリとかそういったのに、例えばサポートだったり、そういうリハビリのプログラムを組んだりとかするとか。どこどこの、例えばあの人体切ったからどこどこの筋肉つければ、はいはい、あの元通り動けるようになるとか。あ、はいはい。あ、流理派は2年、3年、3年間ですね。3年、3年、いいね。長いな、3年。でもすごいよね。うん、自分も言えばいいさ、自分も人体最近切りました。そうですね。入学後にですね、僕はあのバスケ中に膝の人体切りまして。バスケしてるの？まあ、もともと野球やってるんですけど。遊び具合で、まあ、はい、まあ、俺たちもね、いろいろ、俺ももともとバドミントンなのに、うん、相撲とかラグビーやってるから、まあ、体調でね。いやか、じゃあもう切った後も自分でメンテナンス、メンテナンス、いろいろ、はい、ちょっと、うん、やってるよ。実験、自分の体を実験大事。、はい、人体実験、人体実験。まあ、人じゃなくて自分だったらね、法的にもね、うん、まあ、なんともないのか。大丈夫か。大丈夫だと思うけど。まあ、どこの人体切った？膝、右膝ですね。前十字、はい、前十字の時です、はい、やべえ、あれと一緒だからよ。右左、右です。タクヤは左？いや、タクヤ高校の時に右切ってるから。あ、いや、うん、あ、もう俺も右。あー、なんか右が3つ揃ったな。そうですね。あれってなんか前十字、ズケラも右、前十字もさ、前十字フレンズ、前十字フレンズ。もう前十字を断裂する時ってさ、うん、あんまり接触プレーじゃなくて自分でやるんでしょ。そうそうそう、なんかちょっと踏み込みがおかしくて、グリッ、あ、ブチみたいな感じで。、うん、実際どうやって来たか覚えてないんですよ。衝撃的すぎて。衝撃的すぎて。気がつけばブチブチって肉ごと聞こえる。聞こえるんだよね。そうそうそう。No, no, 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 no. お昼前にそういう話聞きたくない。ああ、そうですね。オッケーオッケー。あの、あんまり生々しい話はしないように。じゃあ両方知って人の体触るんでしょ。お前、おい。午前中、午前中のラジオ。こういう話だと、トヤ公民館でした。やろうね。あとで。あとで。そうですね。この後、トヤの公民館で、じゃあ打ち上げですね。打ち上げですね。じゃあ、トムは、トムじゃない。あ、デビットです。デビットは。はい。自分は今、あの、風な基地の方で、空軍のジェット機をテストする建物の方の修理の方で。建物の修理？修理、あの古い建物の中を外して新しいのを入れるっていう、うん、リフォーム、リフォームですね。リフォームをで通訳と、まあ、作業の方をやらせていただいてて。おー、すごい。じゃあもう英語もペラペラなの？はい、英語はいけますね。だよ。あ、そうだね。そうだね。日本語ペラペラ。日本語上手だね。ありがとうございます。で、あの番組前に話したんだけど、ドイツ系？はい、自分はドイツ系ですね。半分ドイツのクォーターになるんですよ。ああ、したら何？英語と日本語とまた別も喋れるのではないと思ったら違うんですよ。はい、残念なんですけど。残念ながら、残念ながらっていう言い方もおかしい。2カ国語喋れる、十分だよ。十分すごい。本当に。俺もなんか、一世は日本語と、日本語と、あの、うん、なんか、なんか北京語と、北京語と、うん、広東語と、うん、あのスワヒリ語と、スワヒリ語と思った。スワヒリって言っと一応や言っといた方がいいかなと。単語一つもわからんけど。何、うん、すか。あのジャンボとかはその辺じゃないの？嘘。アフリカ系でしょ、スワヒリって。スワヒリはアフリカですよね。よね、はい。あ、もうそこら辺も分かってないからね。ただ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 一応、まあ言っては見たかっただけっていうのはあるけどね。うん、あ、いいね。何、英語喋れたらいいね。いや、もう俺たち、まあ、居酒屋なんだけど、うん、あ、すいません、あ、またせ、はい、CM 入れて、はい、茶菓子屋で働いております千葉の一斉です。あの、皆さん、ぶっこんでくるね。読み盛況の集い終わった進化を聞きましたっつったら、
僕のできる範囲内での、あのちょっとしたサービスをしますんで、あのちょっと料理 1.2 倍だった、料理 1.2 倍ぐらい唐揚げ6個入ってるのが、そういったら7個、小さいの1個プラスぐらい、まあ、唐揚げはちょっとよやりにくいわけよそんなお店の事情知りませんやりにくいわけよお前これ店長聞くあの仕込みしてから冷凍してるから、あもう決まってるんだ、ね、数が決まってるわけさ、はいはい、だからポテトかムール貝の味噌素焼き、あの辺はちょっと増やしやすいんで、限定的だ、まあ、やあのただそれが一番頼まれるメニューだから、あまあそうだね、ポテトはね、とりあえずフライドポテトよね、とりあえずフライドポテトだね、でムール貝の味噌素焼きうちで一番人気、へえ、文字、うん、食べたことないな、見てる聞いてる人は 1.2 倍じゃないですか、出演者は出演、まあ出演者も、出演者はあの料金 1.2 倍マイナスですね大丈夫大丈夫大丈夫、出なければよかった一応信号はもう2回目だから 1.5 倍徐々に増えていく、増えるんですかあの4回目で2倍ぐらい、2倍終わっちゃういや茶菓子屋料理も美味しいからね、その料理を担当してる一世君、はい、茶菓子屋もまあよろしくお願いします、まあ隣にライバル店がいますが、だからよ、何か言う、島作も何か言う、言うことないばよ。あ、この間1周年迎えたそうなので、はい、高志穂の、島作ですね、開放銀行隣、まあ、JA の向かいですね、はい、焼き鳥島作ですね、この間1周年迎えてマグロ解体ショーもやって、すごいね、あいなかった、あそうだ結婚式っつってたよ先週の土曜日の話、先週の土曜日の話ああ新ビチでいなかったわけね、森くんは新ビチだったから翌日、うん、一応休みだったでしょ、あ、だったね、あね、だったね、そうだね、そういやそうだ2週間ぶりのラジオになるのか、じゃあ当たるね、先々週がん、先々週はやったっけ、やったよ、やったか、やったよ、俺来たかな、いや俺来てねえやん俺サッカーの試合でそうだ、俺だ、そうだ、俺がこのなんかあのね、またメインした、メインしてたね、あ、ほんと、あ、俺がミキサーやってたっけ、誰、俺いた、5人ぐらい、いや、先々週キミな、いたあ、先週の話か、俺がサッカーの試合じゃないやね、光の子の運動会でね、そうか、先週俺、いた、すぐサッカー行く、ああ、そっか、はい、ぼ僕たちも僕たちの行動が定かでないラジオそんなあやふやでいいんですかって思って、もういつ出たかも忘れてもう一回ちょっとした失敗があったんだけど、また来週の時にあれなんだっけっつってから終わったからねそう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 いうそういう自由なラジオです、うん、読み聖教の集い終わった進化ですよ、いやなんだかんだね、もうね、次もうあと30秒後には CM 入るので、ね、第1パラグラフが終わるんですが、はい、まあ、第2パラグラフではですね、はい、まあ、豊青年会、はい、来ていただいている豊青年会ですね、うん、なぜ来ていただいたかというとね、ちょっと県外、はい、派遣があったということで、その話をまあ詳しく聞いていけたらなと思いますので、はい、盛りだくさんです、まあ、はい、盛りだくさんです引き続き読み聖教の集いワッター進化、あの Ustream でもご覧いただいてください、はい、よろしくお願いします。
と6秒後へい、始まりました夜店今日の集いは進化ですね。パーソナリティの一斉こと千葉な一斉とキミこと伊波ひろきみとはい、森くんこと東翔太とはい、ズケットランチャーことズケランともやでお送りをしております。よよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ですね。はい、で、先ほどあの豊谷青年会の告知から、あ、告知っていうか、まあお話からって言ってたんですけど、ちょっとあの CM 挟んでいいですか。いいですよ。チャカシアじゃなくて、あ、こちらの、はい、あ、そうですね、こちらのじゃあ告知の方、はい、をよろしくお願いします。はい、ですさ、今日は何回噛むかな、ね、噛むかな。はい、ベニーモトキロロで全国にその名を轟かす日本一人口の多い村、人口の多い村、読谷村のコミュニティ放送局 FM 読谷、その開局6周年を記念してテーマソング集が完成。開局以来オンエアされ続け、すっかり読谷村民的愛称家となった 78.6 の直木屋をはじめ、村内外から9組のアーティストたちが集結。読谷村出身ミュージシャンの千葉な辰巳の企画、千葉な辰巳、僕のいとこです。あ、だめだね、はい、企画プロデュースによるロック、フォーク、ポップス、ラップ、ラテン調、民謡調などバラエティ豊かな全11曲、みんなに愛される読谷村の魅力と地域力再発見の一枚ということで、78.6 ですね、FM 読谷テーマソングス、全11曲収録で11月1日に発売されております。よっよっ。で、先週ですね、スタヤ読谷さんの方でレコ発ライブ、あ、あったね、やっていただいたみたいで、それも、ね、先々週の放送で行ったね、行ったね。確かにそれで思い出したわ、先々週出てる俺、先々週出てたそうだ、その あやふやなところがちょっと一気にまとまった。うん、まあこんなもんかな。まあユーストリーム見てる人はまあ こういった CG ですので、ぜひ。だいあのつたや読谷さんを CD 取扱いショップ一覧っていうのが、タカラレコ、那覇ですね。タカラレコード店、タワーレコード那覇、つたや新都心店、つたや坪川店、三栄那覇メインプレイス2階、サウンドボックス三つとも、タカラ楽器店。何回も発音おかしく、大丈夫でしょ大丈夫でしょ。で、沖縄市蔦屋合わせ店、蔦屋山内店、蔦屋三里店、キャンパスレコード、あ、このレコードの言い方がおかしいや。で、福原楽器本店で、読谷村内ではですね、蔦屋読谷店と FM 読谷で、あと紫村、お、通販アマゾンでも、アマゾンでも売ってる、行きましたね。インターナショナルですね。インターナショナルだね。インターナショナルですね、本当にだね。豊洲に行かしかりね、アマゾンでも売ってるんだ。アマゾンでも買えるそうなので、皆さんあの近くの、まあ、CD 屋に走って買いに行って、で、あのなかったらもうアマゾンで、まあ、多分 FM 読みたん来たらあるよ、うん、来たらあるよですね。まあ、あの CD を購入しがち、はい、あのリアル出社もしてみてください ね、はい、ね、スタジオすぐ見れるからね、うん、うん、今日はあのリアル出社してくれてる方が一人いるんですが、はい、います。あら、こっち見てないな。あのね、ね、読み生協の方ですよ。読み生協の方なんですけど、まさかの会長。会長、読み生協会長、ちょっと外から今見守っておりますので。そうですね。まあ、この第2パラグラフが終わったら僕とちょっとチェンジして、はい、サマンタ君の声もお届けできるかなと思いますので。はい。こちらの方もよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ本題に戻って。本題に戻って、はい、豊谷青年会、10月17日から10月19日、埼玉県春日部市に派遣されたそうですね。はい、行ってきました。これはなんで埼玉に行くことになった？どういった関係性で？これをざっくり説明すると、ざっくり説明すると、うん、はい、この読谷村の副村長からの依頼で行きました。本当にざっくりですね。本当にざっくり言うとめっちゃ合う。何どういうつながりがあってとかも、別にもともと例えば交流をしてたとかそういったものはなくて、この詳しくは聞けてないんですけど、はい、この春日部、埼玉春日部の方にいらっしゃる大学教授、またその教え子の方がいらっしゃるんですけど、はい、この2人の方がこの読谷の
誰と関わるのか、まあ、関わりがあってその中でこういうことをやったらどうかってことの話が出てきて、それでこの春日部で実際エイサーやってみないかってことが話があったらしくて、それが読谷、違う読谷じゃねえや、豊洲会に話が降りてきて、それで今回は派遣が決まりました。お疲れ様でした。あ、終わった。いや、待て。終わった。待て待て待て。何か事件があったようですっていうのが、ちょっとこっちの方で。ありましたね。ありました。いろいろありました。まあまあ、とりあえず日程的なもん聞いていこうか。17日から行って、19日って書いてあるんだけど。2泊3日 ?2 泊3日でしたね。これ、金土日金土日で行って、金曜日はもうただ向こうについて移動だけになったんですけど、土日で演舞する機会があってやりましたね。で、どこでっていうのは主にどこで踊ったの？主に春日部って連呼してるんですけど、はいはい、実は宿泊施設神奈川だったんですよ。移動、再開移動、埼玉正確に言うと、金土神奈川、金土神奈川、日曜埼玉埼玉派遣と呼ばれたけど、ほとんど神奈川派遣ぐらいな感じで行ってたんですけど、そう、神奈川拠点に今移動した感じで、移動してやって、で土曜日が、はい、まあ、土曜日が駅前、はい、神奈川の方の駅で踊って、はい、で日曜日が埼玉実際に行って踊るっていうような流れでしたね。公民館行ってですね、日曜日は。何回ぐらい踊ったの？2回？でも踊ったのも1回ずつですね。どっちも30分時間もらって、どっちもで、それで両方演舞して、何名ぐらいで行ったの？踊り手が15名で、で地方であったり、はいはい、区長さんもご一緒だったので、はい、それが5名で、20名で、ね、あ、団体として、はい、2人も行った、はい、行かせてもらいました。どういう雰囲気だった？楽しい。やっぱあれじゃん、俺まだ内地で餌したことないからさ、うん、わからないんだけど、内地駅前とかでエッサしたら俺モテるって勝手に思ってんだけど。だ、俺も思うと思うじゃないですか、うん、違うんですよ、また。あ、違うば、はい、違うば違いますよ。うっそ、俺終わった、なんかあのなんか太鼓とか、あ、持ちますか、うん、とか言ってから、あの写真撮ってくださいとか、なんかそういう写メいいですかみたいな、そういう流れがあるのかなと思って。もうちょんだらとか知ってた日には、よ、もうちょっと待って、あの名古屋行った2人がすごいなんかそんなことはないんで。お、も、あ、森くんは新宿も行った。新宿も一応行った。5年前で。5年前で旅行で？新宿行った。あ、そうだよね。それ映像の話してるからね。新宿映像か。そうか、高橋法いっぱい行ってるね。なんでよ。なんでよ。モテそう。そういうのあると。モテそうなのに。モテましたね。お前もモテた。慎吾もモテたけど、そううまくはいかなかったね。まあ、人生うまくいかないですよね。ですよね。なんか神奈川の駅？そうですね。何駅？戸塚駅、戸塚駅、うん、横浜から電車で10分ぐらいかからないぐらいのとこかな。人も結構人通り多くて、うん、やったんだよね。なんかやってたんですよね、祭りみたいな。そうあ、そこの自体の、あ、まあ、なんか祭りとかイベントの中の30分をいただいて、そこで餌をさせてもらって、怒られたんですけど、出演時間30分あって、餌、うん、自体20分で終わったんですよ。あれ10分あまりあるじゃないですか、うん、僕テンパってて、うん、もう次行こうみたいななって、この10分もうなくしちゃったせいで、あ、え、なんで、はい、終わりみたいな、あ、すいませんなりました。あの逆に時間が押して怒られるんじゃなくて、短すぎて怒られるっていう、もっとやればいいのに、あ、余裕なかったっす。後日なんですけど、まあまあ、20分も結構長いもんだよね。やってたらもう20分って感じないんですよ、もっと長く感じて、まだ終わんない、まだ終わんないみたいな、うん、とっても緊張して、やっぱ結構見られるじゃないですか、そんな普通に見れるものじゃないんで、それで結構視線とか集まって、気持ちよかったね。うん、なんかああいう吐きそうになった。気持ち悪かったの。ってないからめっちゃ楽しかった、自分は。楽しかったもんだって、うん。楽しかったですね。もうな。駅前で踊るわけでしょ、ね、普通の改札とかあって、ね、あの券売機って言ってるのかな、まあ、広場、まあ、改札から出て50メートルぐらい、うん、まあ、あ、この開けたところに、はい、なんかステージとかもと、ステージそのイベント、ちっちゃいステージが立ってましたよね。だから地方とかは、地方はちょっとしたステージの方で、うん、はいはい、自分たちも広場の方で踊ってみたいな。あ、じゃあ孫栄作方式みたいな。あ、僕そんな感じでした、はい、そんな感じでしたね、はいはい、へえ、
それまでこのエイサーやる前まではそのイベントに対して全然人は止まらなかったんですけど、うん、受けが良かったです。エイサーやったら人が止まって見るようになってみたいな、うん、あじゃあもう評判が良くてなんで長くしなかったのかみたいな感じで、うん、だったら良かったんですけどね。あっあっあじゃないの、わかんないっすわかんないだよ、あの 今否定しないようがないフォロー入れているからフォローを入れて、そのカチャ足だったりとか、うん、そうだよね、余興とかできたんじゃないの、まあ、みたいなことがあったんですけど、全部全部長伸ばすのはちょっと厳しかったりするけど、まあカチャ足をね、うん、見てるお客さんも巻き込んで、ね、カチャ足10分やったらよかったのに一応大太鼓しなかったけど大太鼓ね、はい、富山も激しいよね。あんま振り、そうですね、等身大は激しいですよ。等身大は結構回ったりでしょ、多いんで、うん、多分フル弦等身大あんまり振りがないんだなだから逆にまあ猛威の人たちは死に踊ってるけど、うん、あまり振りがなくてまあつけたいと思ったことあるんだけど、これが伝統らしくてさ、半者もなんかもう一応振りはあるんだけど、シンプルに、うん、2番ぐらいからばらけてお客さん勝ち見て集まってくると思いきや、自分たちが集まって自分たちが盛り上がるから、ハンジャノはもう自分たちが楽しいエイサーだからよ、はい、あんまり外に できれんわけよでもそこで自分たちが楽しんでたら見てる人たちもね、うん、楽しく、はい、ですよね、それが一番だと思います。でもじゃ あの終わってからハンジャ式の337拍子とか教えるからいや今度いい富山もあるから、あるちゃんと、ちゃんとある、337拍子がちゃんとある、20分ぐらい続けきれる337拍子、やばいだろ、ないです20分もやるんすか拷問ですね1人5分にして 4名5名ぐらいですごい持つよ、やばそうや、肩とか抱きそうそんなに死ぬふりかぶってるし、もう半者青年会はそればっかりはすごいからねそればっかりはすごいからはい、ということでまたまあ、CM 明けもですね、はい、まあ、富谷青年会に富谷青年会からお話聞きたいと思います。ハプニングだったり楽しかった思い出をですね、うん、まあ、お二人にも、まあ、会長はもう喋らんでいいから聞いていきたいと思いますはい、またよろしくお願いします。始まるよ。へえ。はい。はい。読み聖教の津田ワッター進化も引き続きですね。はい。パーソナリティ一世こと千葉な一世と、はい。今変わったよ。会長のサマンタです。はい。森君こと東翔太と、はい。ズケットランチャーことズケラン智也でお送りしております。はい、お疲れ様です。チェンジしましたよ。入ってきましたよ、僕が、はい、僕が、僕が、僕が、どうですか皆さん僕を待ってましたが、うるせえうるせえ決して荒らしに来てはいけません。盛り上げに参りましたんでよろしくお願いします。てめえまたお家に電話して妹に起こさすぞ。それは言うのは、まあ、恥ずかしいだろ。まあ、はい、はい、ちょっと今日ですね、まあ、サマンタ君の方がちょっと出がけにハプニングがありまして、そうですね、ちょっと、はい、ハプニングがありまして、まあ、それはいいから、それはいいから、今日僕 3名起こしてますその3名です
はい、では引き続き、はいはい、あの豊青年会からお話を伺っていきたいと思うんですけど、はい、はい、何他にハプニングあった？ハプニング、ハプニング、まあ、1回目のエイサーの、まあ、どんなだったっていうのも聞いたんだけど、で、まあ、土曜日、それが、まあ、土曜日18日そうです、ね、神奈川の駅前でやった、はい、やつが土曜日 で次が埼玉、埼玉が日曜日でしたね。公民館つってたね、公民館で、はい、これは どんなだった？まあ、まず公民館のグラウンドの方で、うん、まあ、列になって、うん、いつもやる30分のあれをやらせてもらった後に、はい、まあ、本当にプチ道ジュネ的なものをやらせていただいて、そこで結構盛り上がりましたよね。そこの公民館があの3階建てで1階が介護施設になってたんだよね、はい、その、まあ、介護されてる方たちがグラウンドで出て見れないとのことで、うん、まあ、さらに建物に近づいて、はいはいはい、あの細い路地のとこで道順で、ね、はいはい、的な感じをさせていただきましたね。おお、ご苦労様です、うん、ご苦労様です。話を終わらせたいんですから、ね、気になってしまうからお疲れ様でした。あねぎらってるんですよ。ありがとうございます。いいな、やっぱ県外行くってな、いやそうやって盛り上がるからや、相当楽しかったですよ。相当楽しかったですね、楽しかったですね、はい、早すぎた、時間が過ぎるのが、エイサーはもう楽しかったし、楽しかった、はい、中学生の頃やったあの修学旅行みたいな、あ、それぐらいのもっと自由な修学旅行だったね、はい、お酒も OK で就寝時間も決められてないし、はい、修学旅行的な大人の修学旅行でしたね。聞かない。喋っていいんですか？一応会長なんだかんだよ楽しんでるから、ね、そんなふうに見た感じよ。最初行くときはもう先輩なんとかなんですよみたいな、俺になんかブツブツ大変だったんすよ。で、行ったからね、結局やっぱ楽しんでるのはね、うん、やっぱ一番楽しんでましたもんね。一番楽しんでました吉山会長は、うん、でしょうね、やっぱりね、もう楽しんだ結果がっていう話に繋がります。いやいや、そういうことね、結果がね、そこらへんこちらへんにもう喋ってもらって、うん、自分の口から言えないです。何が言いたいんだろう、ね、まあまあまあ、まあ、18日土曜日はちょっと怒られたっていうことなんだけど、すっげーこの怒られました。いいさ、一度聞いてたから別に怒られてもや、の怒られたことをそうやって言ってはいけない、後々トゲになります。わかりました。はい、まあ、これも思い出さえ怒られる、思い出る、うんうん、でまた19日の、まあ、埼玉のこの公民館でやったのが大盛況だったっつうんだけど、うん、やっぱあ、ダメだ、モテる話は最初にしたから、いやしたらいい、モテる話一回もしないですよ。どうも、モテた、モテた、でも結構年寄りの方が多くてモテたいって言われはやっぱないですよね。そうだ ね, ね、ちょっと困りますよね、誰からも愛されるでいいさ。最後に一花咲かすっていうおじいちゃんおばあちゃんはいなかったと。お昼だ、知りたくないですよね、そこら辺は。そうだ、でもみんな窓とか開けて、うん、結構近くに来てお話とかして、ね、みんな元気で、元気な方たちで、そう、こっちも元気をもらうような、うん、あ、いいね、あ、じいちゃんばあちゃんに見せるのがまた反応違っていいよね。全然違うと思う、やっぱ、うん、若い人たち、まあ言い方だけどね、やっぱり見方も変わるだろうし、ね、うん、やっぱりね、盛り上げ方も違うだろうし、やっぱり、うん、若い人たちは本当に楽しそうに見るんだけど、うん、おじいちゃんおばあちゃんたち本当に、ね、この何、嬉しそうに見るわけですよね。こっちまで嬉しくなりますよね、うん、しんみりしてるんだよ、なんかね、やっぱりねえ、しん言うな。そうやって言わない、うん、いいねみたいな、いいね、いいね、エイサーいいね、若い子が頑張っているね、ねえ、ねえ、パワーもらいたいな、ね、はへんぐらいね、なんかはへん。いや、今なんか言わない、やっぱりね、人にエイサーを見せるもので、見せるものっていうか、人に闇で喜ぶのを見たら、さらにこっちもテンション上がってね、踊りが全然良くなるから、ね、本当に、ね、上手い下手関係なく、そこはやっぱり、や、うまい、なんかかっこよく見せよういいとか、なんか見せ方、表現力がなんか出てくるぞ、やっぱりこの、そうだね、デイジー、まあ会長は必要踊りしかしてないけど、あ、行っちゃった、行っちゃった、行っちゃった、あれ、会長太鼓持ってないの、会長太鼓持ってないそう、重くて、会長踊り上手だよ、とっても上手で、踊り上手、踊り上手、富山の踊り子ですよ、富山一番、おう、もう踊りだよ、吉山慎吾だから、ね、そんな感じですって言ったとこ、だからこの埼玉の公民館か踊った時は沖縄ん
なんだろう、沖縄出身の方もいらっしゃってて、うん、だからなんかこの公民館から出されるなんかあるじゃないですか、この読谷で言ったら、なんだろう、そのなんていうんだ、孫子候補みたいな、うん、候補、うん、あれですか、あれを見て来た人とかもいて、うん、すげえなと思って、すごいな、そうそうそう、やっぱ見る人、いや、まあ、見る人見てるでも それで来るっていうのはすごいな、その情報でわざわざ踊った時もこの富山のシージャーたちも内地にいる人たちがいて、うん、それたちも、はい、あ、じゃあ俺らも踊りに来るよっつって踊ってくれたりとかもして、来てくれましたね、来てくれましたね、埼玉の金沢、ここでやっぱサポートってすごいっていうのが、ああ、ね、そう、差し入れとかもあってね、よかったですね、やっぱそういうつながりがあってから、まあ、楽しめたっていうのもあるんだろうね、いいなあ、うん、いや、なんかやっぱ県外とか行きたいな、いデイジー、お前行ったやつね、俺行ってないっちゅう、俺名古屋行ってないっちゅう、名古屋行ってないよ、俺去年行ってないよ、俺行けなかったんだ、あ、やったん、そういう話やめようぜ、 話してたね、人が行けなかった話やめとこうぜ、豊洲に行けなかったことで一応いたんだけど、まあ、やっぱね、また何かきっかけで行けたらいいのに ね、なんか来年も、ね、来年も行きたいですもん、来年も行きたい、何もしない立場で行きたいです、それは無理だな、何かしらやらないと無理だな、でもやるから逆にこうや現役でやってるからそうやって楽しんでるから、うん、やっぱりサポートとかそんなで行っても楽しいだろうけど、やってる方がもやっぱり難儀もするだろうけど、その分返ってくるものは大きいからですよね、絶対もうそれは現役の時にやっていってる方がいい、絶対間違いない、結局やらんでエイサーの近くに行ってもなんかわさわさするだけだからよ、うん、あ、それは楽しい、それは楽しいよ、会長ダメだこりゃダメだこりゃダメだこりゃ、これもう来年トムじゃない、アンソニーがアンソニー、デイビッドが会長だな、どっちでもいいや一応びっくりしてた、豊洲青年会って外人がいるみたいな外人がいるよやって、そして日本語ペラペラでどうするどうするだぜマジ、いや去年じゃない、自分たち上がりの代、あ、ブラジル人同士、ブラジル人ただよ、ヒガ・リカルド、うん、ヒガ・ラファエル、ラファエル、ラファエル・ヒロキもうサンパウロからいたね、すげー、いたいたいた、リアルですね、サンパウロって、いやサンパウロからもっとインターナショナルじゃないですかで、来てたんだけど全然日本語喋れあのよ、外見よ、完全にうちなんちゅうやんばよ、あー、南米の人ね、あのよ、違う、南米の人っていうか音を日本、あ、もう音が読みたんちゅう、で、丘がまあどこか分からんけど、うちなんちゅう、うん、どっかかなけど、なんかそれただ生まれたのがブラジルだから、ブラジルの、ポルトガル語か、しか喋れない、へー、日本語も一応勉強 してはいたんだけど、通訳が俺で片言の英語でどうにかっていう感じ、何でお前が通訳すればじゃあ、あのよ、誰一人としてあのパッと英単語が浮かんでこなくて、あ、結局浮かんだのが俺が早かったから、そのまま世話役をよかったや、通訳いらずで俺たち日本語ペラペラだもんね、日本語ペラペラじゃあ、あの俺がいないとなんかこいつ来ないみたいな感じになってたから寂しい寂しい今日来ないのいないのってなってたから、まあ、あのちょっと羨ましいなっていうのがあるよ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 、エイサー今年一番頑張ってくれてたんで、盛り上げるから、うんうん、盛り上げから、うんうん、だいぶ助かりましたね、いや、いて違う人っているさ、うん、この青年会のエイサーやるときにこの人いたら全然雰囲気違うみたいな、あー、あります、うん、っていうのが一人いたら全然違うからね、ちょうどまた大太鼓持ってたからな、大太鼓長先頭だからや、そこでも目立つからや、ね、先頭だし音も大きいからリズムも取らんといけんさ、うん、ってなったら、いや頑張ってたんだよ今日じゃんそれも 1年目でもな、あ、太鼓1年目ではな、もともと踊りやってるんだよな、ね、その前にやってるんだよな、旗持ちの方させてもらって、あ、旗持ち上がったな、上がったやん、勢いでやればって言ったがためにやりました本当に会長大丈夫か、太鼓持たないで若い子にさせましょうって話になってたんですよ、とりあえず今年始まる時に、じゃあやるかってなってやるってそしたら来年アメリカ帰るってなっていないやしみたいなお前来年いないわってなって、あ、マジで来年帰る、一応大学とかのために一度帰国したいんで、でまだ
若いから全然帰ってきてからできるからやつ何かあったら夏限定で帰ってきてくれないかなと思うんですけど、その時慎吾はいない、いいよ、うん、その時慎吾いやでもやっぱ慎吾先輩がいないとなんか違うんですよ、もう家迎えてからしゃあないよ、呼ぶしかないのや、お昼ご飯おごるよね、あとでおごるよね、ご飯ね、ありがとうございます、どんどん行って、どんどん行って、はい、こんなことしかやってないこういうことから始めてるんでね、うちはこういうこと上手だからいやそこら辺、ね、そこら辺しっかりやってるからか、いや会員についてくるからや、うん、ありがとうございます、結構トヤ青年がアットホームな感じじゃない、本当にだね、うん、代々ですね代々正直言いたいこと言えるんですよ、うん、正直ね、一応人数的には多くはないけど、やっぱその中でやっぱりデイジーみんな仲いいよね、本当に先輩後輩関係なく、うん、でそれデイジーを持ってて今年見てていやだって俺なんか一個への 先輩と普通にもう本番に当たり前に出て普通にやなんていうの練習も来て、うん、飲み会もずっと参加してみたいな、もうそのなんか形ができてるわけデイジー、うん、もう先輩後輩も関係ない、本当にデイジー仲いいし、もう逆に、うん、なんか自分の青年会違うからデイジーなんかちょっといいなってやっぱ思ったり、ね、でそれで信号が会長してて、まあいじられ何かされてるけど、それでもやっぱりそれはもうみんなの愛情だから後で褒めるときは褒めれるよね、後でご飯食べに行きましょう、うん、イエーイアンソニー行こうぜ、何がいいです、今日はステーキにしよっか美味しそうですね、やっぱ8年でやけよ青年会費からそこミッキーいやでも本当に楽しそうでよかったよ今回で、うん、よかったよかった、いいね、青年会楽しいっていいや、やっぱ青年会では夏はね、うん、やっぱり思うけど、ヤシがもう夏終わったぞ、いやーそこなんだよ、や夏終わった、大体もうやること終わったや、でもあと何公民館行事そうだよ、公民館行事か、いやもうほとんどないっすねあと青年合同祝いとかじゃん、もう自分たち特に、ね、あるのかな、まだ話降りてきてないですけど、僕らの運動会だって、あ運動会ああ、読み聖教の運動会、読み聖教の運動会、やったん、読み聖教の運動会、来月の頭やりますね、来月の頭、うんうん、でそちらの方であのちょっとしたチームワークを見せてもらいましょうか、ハッスルしたいですね、ハッスルしてしまえ、してしまえハッスルしてしまえお前もう一応いるんだよ、ちょっといるよいるよ、え、なんか、ん？あれメール来てる？もしかして、そう来てないんかい、来てないんかい、あ、そうだ、そういえばメール告知今日してねえやどしどし待ってますハプニング発生ハプニングって言うな、ちょっとしたハプニング今日はちょっとよ、みんないっぱいいっぱいなんだよ、でもいい大丈夫大丈夫、楽しんでるから上等だよ、別に一応紹介しとくか、最後ちょっと1分、うん、1分以内にお願いします、うん、FM786@FMYOMITAN.CO.JP FM786@FMYOMITAN.CO.JP ですね、こちらの方にガンガンメール待ってますのでお願いします、よろしくお願いします、残り10分ほどです、残り10分なんだけどさ、ね、みんな言いたいことを僕らにガンガンぶつけたらいいよ、うん、え？はい、残り30秒、喋り場喋り場真剣20代しゃべり場、知るかや、どうなんですかね最近の政治ってどう、うん、どうなんだろうね、今日の選挙行ったかな、今から、なのでまあメールも引き続きお待ち引き続きお待ちしてますので、はい、また CM 入りまして、今度告知ですね、やりま す、はい、またお願いします、お願いします、お願いします、何民族芸能大全、あさ、はい。
はい、引き続き夜店影響の集い終わった瞬間、一斉こと千葉の一斉とサマンダこと松田博之と森くんとズケットランチャーがいまーす。いますいますいます。意味も後ろにいるよ。はい、はい、じゃんじゃん告知していきましょうか。はい、じゃんじゃんって言ってもまあ二件ですね。あるある。はいはいはい、民族芸能大会っていうのが、はい、来週日曜日、はい、11月23日ですね。はい、そうですね。読谷村文化センター大鳥ホールにて行われるそうです。はい、こちら読谷影響からは馬名でサマンタ君が、はい、僕出まーす。高翔の馬名です。馬名です。馬名ですよ。馬舞と書いて馬名ですよ。馬名です。馬名ですよ。でですね、まあ出演芸能としまして、一応まあ、ああこれイベントが会場が12時でプレイベント、プレイベントってなんだろう、前夜祭、まあそんな感じなのかな。あ、土曜日にウザ青年会がヌーブイクドチ、うん、書かれてない、書かれてない、一応やるそうなので皆さんちょっと行ってみたらいいさ。ファンの方は行っちゃって、はい、で一応出演芸能ですね。読める、読める、ちゃんと読めるはずよ。11月23日日曜日1時からですね。1時20分から、あ、読めない、後ろに、あ、やった、あ、あった、あった、あった、あ、助かった、助かった。はい、まあ、何県、県の、はい、福岡県、これは直方市でいいのかな。うーん、植木三猿踊り、リアルですね。うん、と、大分県から御嶽神楽、大分県、これはなんだ、豊後大野市、大野市、あ、うん、違う、で佐賀県加瀬の浦獅子浮竜、はい、これは太鼓なのかな、太鼓っぽいね、うん、あ、獅子かぶった人が太鼓打つやつって書いてある。伝わるかな、熊本伝われ伝われ俺の言葉。はい、熊本県から中江の岩戸神楽、これは大分の、あ、ダメだ、読めねえ。はい、などなど、宮崎などなど、はい、宮崎伊方花笠踊りで、長崎県から五木伊佐名鳥歌、クジラ取る歌って、で鹿児島県侍踊り、偽踊り、カッコして偽踊りって書いてある。まあそんなのと、あとは高翔から馬名、はい、と、ギマ、半じゃない、読谷村のギマのフェーヌ島ですね、はい、っていう、まあのがやるされるそうなんで、入場無料ですね、それも。入場無料だ。美味しいですね。美味しいな。美味しい。これ勉強っていうかちょっと楽しそうだな。行きたいんだけど、ちょっと芸能に興味ある方は、ね、はい、やっぱ見に、なかなか 見れる機会でもね、機会がないと思う。九州から来てるから、はい、これは行った方が、はい、責任も限りがあると思うんで、はい、読谷村文化センターにて、はい、民族芸能 大会ですね、はい、が、開催されます。よろしくお願いします。はい、でですね、もう一つ、はい、重要なお知らせですね。はい、Ustream から、ユーストリームの映像保存期間は30日間ということで来てます。今まで番組をユーストリームで配信して、うん、無期限で映像保存が可能でしたが、ユーストリームアジアジャパンの方針変更により2014年11月1日以降、映像保存期間が無期限から30日間に変更されました。過去の映像も11月1日以降順次削除されることになりました。ははそれに伴い過去にブログ、フェイスブックなどに貼り付けたユーストリームのアドレスはリンク切れとなりますのでご注意ください。今後のアドレスの貼り付けも30日間でリンク切れになりますのでご注意ください。残念で、もし残念ですね。残念。もし過去の映像を DVD に保存したいという場合は、過去の映像が残っていれば DVD に焼くことも可能なのでスタッフにお問い合わせください。で DVD に焼く場合は別途料金がかかりますっていうことなんですけど、まあ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 、スタッフっていうのが多分 FM みたいではないさんではないみたいではないのか、うん、ユーストリームになるのかわからないけど、そう、なんか見れないんだもん。だ、過去の映像は、まあ、11月1日以降になるので、うん、
この12月になった時点でもんな 11月は何日までか30日までか、じゃあ11月30日までは見れます過去の映像、うん、今までの放送も見れるんですけど12月1日になったらもうちょっと失われていくという、うん、今日の放送は残るけど、うん、それ以前の放送かな、うん、まあ、なるのかな、まあ、30日以上前のものはもう順次なくなっていくはずなので、はい、皆さんユーストリームで見たい番組とかありましたらDVD に焼くかもうなんか、うん、目に焼き付けてくださいもう頭のハードディスクに保存かっこいい今のなんか表現名言ですね名言かな名言かな、うん、頭のハードディスクに保存なんか怒ってくるなんか怒ってくるね あ出てこない出てこないもうプライベートなんですか、はいね、ということでもうこれもこれもどこれあもういった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 ね 78.6 発売中発売中会長がブースにいながらラジオ聞いてないってことが判明しましただって聞こえなかったかわいいなかわいいなはいじゃあ次行きましょうそうだ、世界遺産ザキミ城石ライトアップですね城郭技術が見せる古琉球の美ということで、ザキミ城石11月1日からライトアップされてるそうです。はい、やってるそうです。はい、何？12月24日、普段は18時から21時までがライトアップになってるみたいなんだけど、12月24日と31日、はい、何？クリスマスと大晦日、はい、時間延長で18時から1時まで。おっと、1時まで？これは？1時まで？恋人たちのためのみたいなやつですか ねなんか聖なる夜がねちょっと、ね、イラッとしますねイラッとしますねこれは恋人いない方はね本当に恋人いないいたらいいないたらいいないそういそういる、ね、いるあいるなこれいるないるなこれは却下ちょうだいでデイビッドはいないんですよねいないそれがはいいないかいないやお前ないさね俺はもう見てわかるでしょいないよ いそうだよやいそうですよねいそういそう一番いそうこんな愛らしい感じいないですよなかなかおっ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 今ユーストリーム見てる人しかわからないなんでオーナーのかもわからないメガネ外しましたでもこれ世界さんねこれぜひ俺見に行きたいけど、ね、近いのに見に行かないっていう行ってないっていう本当にこれすごいですよね自分たちの住む読谷に世界遺産があるっていうのはやっぱり、うん、いやいやこれはこれちょっと見にこれ去年からやってるよ多分あマジ多分去年無料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 全然無料超行こう去年だからカウントダウンイベント一緒に一緒に行っちゃいます一緒にこれあれ何かそういう雰囲気なの2人やめとけそこはちょっとのたやめとけオッケーオッケードキドキ何かドキドキさすがです。はい。はい。ああ、まあ告知はもうこんな感じだね。こんな感じですね。オッケー。今後のイベントとしてはね、読み盛況は自分たちの読み盛況なんですけど、うん、12月7日日曜日の方ですね。はい。僕たち主催読み盛況主催の運動会大運動会、うん、はい。各アダス13青年会と僕ら読み盛況で、はい。こちら運動会をやる予定です、ね。なんかやる予定です。はい。頑張ろうや。今回はですね、負けないぞ。あんま対抗ではないけど、ね、お前読み盛況対青年会13でもやばいだろお前格技かと思ってまあね一応は勝てんだろ、まあ、話わいわいやりたいと思いますんで、はい、覗きに来ても大丈夫ですよ、はい、大丈夫ですよ読谷小学校で予定なら覗きに来ても大丈夫ですよ、はい、じゃあ、はい、ということで、はい、この辺でですね、はい、読み盛況の通話ター進化終わりたいと思いますじゃあまた来週ですかねまた来週ですねはいお送りしたいと思いますのでまた来週よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますありがとうございました